こんにちは、速稼塾の久保です。なんかその困りごとってあるじゃないですか。困りごとって放置をしておくと解決するってことはなかなかなくて、もうよくね、時間が解決するって言いますけども、それは時間が解決してるんじゃなくて、もう取り合わなくなっちゃったってことなんですよね。何の解決もしてないと多分ね、幼い頃にどうしても欲しかったものとか、若い頃やりたかったことってそのまま放置していたら、今もうやらなくて済むようになってるんですよね。でもその代わり、あの頃やっておけばよかったっていう思いが残るんですよ。だから時間が解決してるってことじゃないのかなと思うんですね。まあ商売やってて売り上げが上がんなかったり、お客さんが集まんなかったりとかして困ることあると思いますけども、それがだから困ったことになるとしたら、収穫力をつけるとか、商品力つけるとか、販売力をつけるっていう風な解決があると思うんですけども、その解決ができたらね、本当なんかやってよかったなっていうか、なんか本当に解決したかったら、深く学んで深く試して繰り返し繰り返し反省して後悔したら、まあできるようになる、もしくはできそうになるんじゃないかなと思うんですよ。でそれが時間が解決するっていう本当の意味で、解決するためにいっぱい動いてれば、その時間が、積み上げてきた時間が問題を解決してできたになっていくんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも放置しておいて問題が解決するんだったら、みんな放置しておけばいいってことになっちゃいますんでね。時間は解決しないとも言えるし、時間が解決するってことをもし希望するなら、解決することに時間を使うからこそ解決するんじゃないかなというふうな気がしますよね。だからお金を稼ぐにしても、なんかね、こう体力がいることをやるにしても、で知恵が必要なことをやるにしても、そのことについて徹底的に自分のことを鍛えていけば、その積み上げて時間によって問題は解決に至るのかなっていうところですかね。だからその困難がなくなるわけではなくて、困難に思えなくなるっていう、そんな考え方ですけども、そういうふうになっていくのかなっていうことと、まあ、あと一つはね、その自分で裁けなかったことが、頑張って力をつけて裁けるようになると、今度はそれで人を助けてあげることができるようになる。つまりビジネスができるようになるんで、困ったことにたくさんぶち当たるってものすごくラッキーなことで、それを一つずつ紐解いていくと、今度はそういったことで人のお役に立てるっていうね、ビジネスを受ける側からビジネスを出す側になるっていう転換が起きるのが、本当の時間が解決するってことはなかろうかと思いますね。だからあれじゃないですかね、できない人はできない理由をたくさん述べますけども、できるようになった人はできるようになった理由をたくさん述べると、この差は大きいなと思いますよね。まあどっちが有益なのかは、それぞれ選ぶということでございます。いってらっしゃい。